こんにちは、OK ファームです。いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、私新規就農して独立2年目、はい、研修を含めると農業に携わるようになって、4年ぐらいになります。で、今日は就農して役に立った本というのを紹介させていただければなと思います。で、就農して、まず2つ、知りたいことがあったんですね。で、それは何かというと、栽培技術を知りたいっていうことと、あとはその農業経営、どういうふうに農業、自分の農園を経営していったら、継続的に持続的にやっていけるのかっていうことを2つ知りたかったんですね。なので、新規就農して、そういった本を読む中で結構ね、役に立ったなっていう本を、今日は3冊、ご紹介していきたいと思います。で、栽培技術系の、本ですごく役に立ったなと思うのはこちらですね。有機無農薬で家庭菜園、阿部豊さんという方が書いた本なんですけれども、こちらはですね、この阿部さんという方は私が住んでる、地域で有機農業を長く、続けている方なんですね。で、その方が書いた本になります。で、もちろん家庭菜園向けなんですけれども、この地域で住んでいる方なので、この地域の、気候とかそういったものに合わせた、合わせたというか、それを基準にして書いてあるので、すごくね、分かりやすいというか、この時期に種をまけばいいんだなとか、こういうやり方で、栽培したらいいんだなとか、いろいろ書いてあるので、栽培技術に関しては、そうですね、もう本当にこの一冊で、結構もう賄えるなっていう感じです。はい。こんな感じで、栽培技術系の本は、この阿部さんの本ですね。これを、読んでいろいろ情報を収集していきました。はい。で、あと、農業経営に関しては、この2冊なんですけれども、まず1冊が、絶対ギブアップしたくない人のための成功する農業、岩佐、大輝さんっていうのかな、大輝さんかな、株式会社 GRA っていう、宮城で磨きいちごっていうブランドのいちごを出してるんですね、この方で。そのいちごが1粒1000円で販売してるんですよ。すごくないですか。1粒1000円ですよ。1パック1000円じゃなくて1粒1000円でやってる方なんですよ。で、この方がやっぱり大事にしてるのが、農業っていうのは長く続けていくためっていうのを大事にしてるんですよ。で、そのためにはどうすればいいのかっていうのをここでおっしゃってるんですね。で、農業っていうのはやっぱりやる目的、その人その人に、あったそのやる目的を定めることが大事、ビジョンですよね。その農業ビジョンを定めることが大事だと。で、そのためにはどうすればいいのかっていうのを、この本の中でいろいろ書いています。なので、そのやっぱりその、農業経営においてはそのビジョン、目的が大事で、それに合わせた戦略、戦術とかいろいろこうやっていく必要があるんだっていうことをこの本ですごい学びました。だからうちもそのなんていうんですかね、有機野菜、大根1本1000円で売れるぐらいの、ブランドをね、作っていきたいなと正直なところ思っております。はい。で、次がですね、農業のマーケティングの教科書、食と農の美味しさつなぎ方、
あの岩佐邦彦さんという方が書いた本なんですけれども、この方がおっしゃってるのは、まあ、あの農家さんってうちの野菜は美味しいんだとか、まあ、よく言うこと聞かないですかね、うん、でね、確かにそうなんですよ。でも売れないんですよね。でこの方がおっしゃってるのは、あの消費者目線になって、あの消費者の方が何を求めているのかっていうのを農家自身がやっぱりその研究していかないとダメだっていうことを書いてありました。あ、すごいすごい、あの目から鱗だったんですけれども、ただあの農家がなんか自分自身でいいものを作ってるとか、そういったことは関係ないんですよね。あのいいもの、品質のいいものっていうのは自分が決めるんじゃなくてお客さんが決めるんだと。でお客さんが思うあのいい野菜、いい農産物って何なのかっていうのを、あのね、しっかりあの経営者、農家ですよね、農家が自ら、めちゃくちゃ考えていく必要があるということをこの本の中でおっしゃっていました。なので、まあ、この農業経営に関する本は、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、良かった本、結構あのね、新規就農して、まあ、これからスタートするっていう人向けにはこの2冊結構読むとね、あのいろいろ勉強になるんじゃないのかなって思います。あとはこちらですね、栽培技術系、あの本当に一から、始める方なんかはこういう、栽培技術の本、これ1冊でね、本当にあの大体基本的なことは書いてあるので、もしね、あの有機農業とかそういったことで新規就農される方がいたら、これ1冊おすすめです。はい、であとは、まあ、ちょっと番外編なんですけれども、私がよく、読んでる本ですね、こちらですね、はい、みんな同じ方が書いた本なんですけど、あの中村天風さんっていう、日本に、最初にあのヨガ哲学っていうのかなを、あの広めた方なんです。もう亡くなられてる方なんですけれども、あの結構知ってる方は知ってるんじゃないのかなと思ってて、私も20代前半ぐらいかな、半ばぐらいからもう天風先生に出会いまして、この本に、で、あの、まあ、自分はどういう風に生きていったらいいのかっていうのをすごくこの本で学んできました。でね、農業っていうのは、あの、なんていうんですかね、農業を始めて結構いろんなことがあったんですね。で、この農業を始めてから、まあ、ちょっと忙しさにかまけて、まあ、こういう本を、ちょっと読んでなかったっていうのもあって、でその間にすごいね、体壊したりとか、心を病んでしまったりとかっていうのがあったんですね。でそうなった時に、まあ、ちょっとたまたまこの中村天風っていう方の書いた本を思い出して、まあ、ちょっと本棚から引っ張り出してまた読むようになったんですけれども、まあ、結構いろいろ農業をする上でいろいろある中で、まあ、自分の心が、あのどうやったらいいように保てるのか、だってそういったことがこういう本の中に書いてあるんですよね。なので、こういうね、あの農業経営とか菜園系、技術系プラス、なんていうんですかね、精神的な部分、心をどうやってよく保つことで、うまくいくのか、あとは関わる人を幸せにできるのか、そういったことをね、やっぱ心の部分で、こういった本書いてありますので、こういう本を読みながらね、お客さんにどうやったらじゃあ幸せに笑顔にできるのかっていうのを常に、天風先生にね、語りかけられてるような感じがしてるので、まあこれはちょっと余談だったんですけど、まあこういった本も読んでますっていうことでした。はい、まあこんな感じでね、新規就農して本を読んで、まあこれ結構ね役に立ったなという本の紹介でした。以上です。いつも本当にありがとうございます。